次はどうしようか。説明の流れがちょっと良くなかったな。これオットーリンクの時に紹介したかったな。これね、オットーリンクと、なんだっけ、フランソワルイか。これ一時期バカすぎに貼ったんだよね。フランソワルイ。はい。これね、考え方はオットーリンクタイプと同じ。下についてるんで、下から、下に重量物があって、っていうタイプね。で、このプレートはまあいろいろあるけど、このプレートの押さえ方は縦。縦だね。ほら。ね、こう。両端しかつかないから。縦だね。真ん中がガッツリ浮いてくから。このヘリの横で押さえ方。縦で、プレートの中がスカッと浮いていて、プレート自身は、これなんだろう。何製だろう。ステンレス製かな。わかんないけど、硬い。材質です。結構締めても絶対こうグッてこう柔らかこれがしなったりしないような材質です。こっちのピアノ線みたいなのが先にしなるようにできてますね、だからそれでここのピアノ線のなんかこのバネ感で変える感じ、はいはい、そんな感じの作りですよね。だからこう戻り感はプレートというよりはここのピアノ線の弾力がこの戻り感を出す感じ。それはね、やっぱり真鍮と違うんですよね。真鍮の戻り感とは全然違います。だからオットリンクのこういう真鍮の戻り感とは違う。もちろん普通のタイプのこういうのの真鍮の戻り感とも違う。だから材質による戻り感の違いっていうのはすごく感じますね。はい。で、次ね、まあわりかし現代のやつですよね。現代のまあフランソワルイも新しいけど、これが現代っぽいね。こうさっきから言ってるちょいちょい出てる、オプティマムですね。オプティマムで、これも今の流れで言って紹介すると、下側が重いタイプね。下側が重いタイプですよね。下側が重いタイプで。で、まあ、プレートが何しろ3種類ついてるんで、そういう意味では、どういう風なリードの押さえ方をするかっていうのは、もう、それは好み次第なんで、まあ、結構自由度高いし、なんだろう。1個買ったら、何 ?3 粒美味しいのわかんないけど。1個買えば3種類楽しめるから、お得なのかな。うん。だけど、まあ、もう一つのポイントとしては竹さん流の判断ポイントとしては下に重量があるんで、この下の重量は上に持っていけないから、まあ、そのことはできませんけどね。コントロールできませんからね。もしこう重量が上にあった方がいいって人は、まあ、別に3つ買うしかないね。ね、うん、で最後にこれか。まあ本当は何に今だとケープルームとかなんだっけ JLV ってそんなに新しくはないはずなんだけどね。そんなやつも出てるけど、まあこれもね、シルバースタインつって、その、ここ何年かの、全く新しい、っていうすごい見かけみたいな、おお、珍しいみたいな、ちょっとびっくりするような見かけのやつが、のうちの一つね。はい。で、これ、何火星探査機の、ロープのあれだとかなんとかでしょ。で、まあ火星探査機はまあこんな細いの使わないと思うんだけど、まあそういう材質が何がなんでこんなとこ使うんだって話なんですけど、まあわかんない、きっかけはなんかわかんないけどね。日本だとさ、ほら蒲田みたいなとこの町工場で隣で NASA に納品してたやつが余ったから使ってみねえかみたいな感じで、まあそういうのはわかんないけどね。そこまでの事情は知らんけど、まあきっかけはわからないんですけど、だからまあこれは僕らは使う方なんで、単にその火星探査機で使うようなやつをここに使う意味を考えるだけなんですけど、まあサックスを吹く環境ではね、宇宙空間で吹くわけじゃないんで、そんなハードな局面にはさらされないと思うんですけど、少なくともこの一見紐に見えるような材質だけども、おそらく推測すると、気温の変化、湿度の変化に強い
だから気温が変わろうが湿度が変化しようが、この硬度とか硬さね、硬さとかが変化しないんだと思うんでね。もしくはこう膨張したりそういうのがないと思うんですよね。であとは考えられるのは何だろう、やっぱり伸びないってことかな。多分これこう一見紐なんだけど、こう締めたところでこうギューって伸びたりしないんだと思うね。ってことは竹さんの考え方でいくと、こうやってここがこうやって帰るときにどういう戻り方するかっていうと、結構金属的、金属的っていうか、もしかしたら金属より伸びないで硬く返ってくるのかもしれない、うん、なのでやっぱりこのリガチャ使う時もあまり締めないです。これ同様なんか見かけに騙されて締めちゃうと意味がないと思います。これね、むしろその伸び縮みっていう話では金属より硬いかもしれない、うん、だから結構慎重に使わないと難しいと思うんですよ。でなおかつこれ微調整が前2つと後ろ3つでこう、まあ、こういう格好で入るんですけど、これ結構変わるんですよ、2個と3個の締め具合で。こう真ん中でここで寄ってこういう風になるんで、だからこの2本をきつめにしてこっちをゆるゆるにするとか、そういう風に、まあこれの2本止めの前後を締めるバランスを変えるみたいに、この2本と3本で変えられるんですよ、うん、それはねなかなかよくできてるなと思って感心しちゃうんですけどね。でこれをなんかリードに近づけるとどうとか、リードから離すとどうとかね、それはマニュアルに書いたんですけど、まあ要はね、これ話していくと響くんですよね。だからこれは、要は漢字で言うと、あれだ。リードに近づければ、下締めみたいな。リード側に重さがあるような感じ。で、リードからこうやってどんどん離れてって上につけていくと、どんどんこういうこっちのネジが上に行ったような重量が、リードに当たる重量が軽くなっていくようなイメージですよね。はい。そういう感じで使います。で、まあ、そうね。だからこれこう上に行ったり下にすると、まあ、下止めか上止めかみたいなフィーリングをこう行き来できるっていう、そういうことですよね。要は。うん。なんかなかなか本当によくできてる。で、もっとすごい、これ見て感心するのは、こう、こっからぐる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 こうやって待ってくださいでしょ、螺旋状にぐる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 って、まあここで折り返して反対回りになるのかな。だけどもこの思い切った設計っていうか、こう要するに必ずしもまっすぐじゃないじゃない。だって円こうやって進んでいくわけだよ、スパイラルが。うん、この辺なんかすごい思い切ってるし、なんか発想がいいなっていうか。でこれも別に自分で右だけ下げたりできるでしょ、左右非対称でしょ、うん、この辺はなんかこういうの好きなんですよね頭悪いっていうか、なんでしょうね、まあ、ただやっぱ天の着なのかな、めんどくさいやつなのかもしれないけども、こういう左右が違うってちょっとね痺れちゃうんですよね。大体ねこのマウスピース曲がってきたよね、左右がね、うん、なんか左右必ずしも対称じゃなくたってもっと優先することがあるだろうみたいなね。てかもうこっちの方が大切だみたいな。これはね本当にまあ高いけど値段も結構するけど、そういう意味ではすごく面白いっていうか、そういうところもすごく好きですよね、これね。うん、なんかこういう発想ね、なんかやっぱ欲しいですよね。こういう発想ってどこにどういう分野でも楽しいですよね。うん。これ好きです。まあ、使ってないですけどね。使ってないですけど。残念ながら。それは、まあ、マウスピースの相性とか、自分のやっぱり、好みなんで、その、どういうバランスでやるかっていうのはね。で基本的には、下止めというよりは、上止めに近いフィーリングになるんで、ね。
いくらこれを下に下げても下にネジがあるようなフィーリングにはならないです、はい、どうしてもやっぱりこれってもともとがこれじゃないですか、ね、もともとはこれなんでやっぱりこれのバランスから著しく外すとやっぱりこのマウスピーススーパートーンマスターのやっぱり進化がやっぱり発揮できない気がしますね、はい、なのでこういうのとか、うん、難しいと思う。そうすると結局これはそんなに外してないで、まあこれが軽くなって押さえ方が変わったみたいな、もしくはこれですよね、これにまあ点つけてやればまあ考え方としてはこう ほぼ一緒な感じ、うん、違う、まあそれは違うけどね、もちろん違うんだけども、だけど大きなバランスで言えば同じ方向ですよ、狙ってる方向は、うん、そういう感じですね。そんなんで大丈夫かな、これ今でですよ、これバンドレンの、MO ってやつね。だからこれで、2番のやつが気に入った人でネジが上の方、要するに重量バランスを上にしたい人はこれなんで、そうするとこれが2本押さえなんだ。結局ねバンドレン的にはねこれでいいんじゃねえかって話になっちゃったのかね、その2番のプレートでやっぱりいいでしょ、で2番のプレートでいいでしょってことは要はやっぱり普通のこうやって押さえるタイプがいいでしょって結局なんかみんなね元戻ってきちゃってるのかもしれない、うん、だってこれでやっぱり長いことマウスピースやリードや楽器みんな吹いてきたから、やっぱここのバランスでいい悪いっていう風にものがやっぱりできちゃうんだよね。だからそれをそういう風にできたものをいきなりバランスを変えてみてもなんかなかなかうまく、なんか人間が多分アダプトできなかったりやっぱりうまく道具をそのバランスで扱えなかったりして淘汰されちゃうのかもしれませんね、はい、まあこれは本当面白かったけどね、面白かったし結構使ってたけど、うん、でまあ武さんも例外ね、例外なくご多分に漏れなくっていうのこういうの、うん、もうこう普通のタイプに戻ってきちゃったけどまんまとね、うん、こっちはねたまに使う、これはやっぱりこれはどういうこういう組み合わせで使うもんだっていう音がするし好きだし、うん、だけどこっちのがねちょっといろいろ諸事情で使いやすい、うん、そんな感じですけど分かりましたかね、リガちゃん。ちょっとだいぶ何編かに分けて話さないと長いような内容で分けてやりましたけど、まあちょっと頑張って自分でそういうバランスね、整理してみて、上と下のバランス、あとはリードの触り方、はい、リードの触り方ね、であとはまあ長さもちょっとは影響はするんですけども、まあその辺はね自分で吹いてみていろいろ確かめてみてくださいよ。なんかそうするとなんかリガチャーもね、いろんなリガチャー売ってますけど、端から吹かなくてもまあこれはこういう感じか、これはこういう感じかっていうのがわかるし、なんかその部分の違いをだけをなん確かめればチェックの内容も、うん、絞れてくるんで、何でもかんでもね吹いてみて、あこれはああだったああだったって一から言ってんじゃ、まあ、大変だし、まあ、それは時間もったいないんで、少しそのリガチャーの形を見て、あこれはこうなんだなとかっていう、こう知識の自分で覚えていくといいし、また自分が何か起きた時に、あ自分がこういうふうなサウンドをしたいとかこういうふうに扱いたいっていう時に、あ僕はじゃあ下締めのこういうバランスの長さが押さえ方がこういうのでこういうのを探せばいいんだなとかね、なんかそういうふうに見られると思うんで、まあそうするとね、そのまあ中にはすごい最近すごい高いからね、値段がね、高いことは別に悪いとは言ってるわけじゃないんだけども、そう昔みたいにじゃあ試しに1本買ってみるかっていうのはちょっと値段じゃないんで、
でお店でねちょっとなんか10分15分吹いてもね、人によってほらなんか人に聞かれちゃって緊張しちゃってよく分かんなかったなんつってねそうじゃあプロのやつはさあのねまあプロの人とか生きってるやつはさどうだみたいな感じで吹くから冷静なんでしょうけど、やっぱりねそうそう人に聞かれるのも嫌だし、なんかあの店員の人なんかはちょっと俺が下手だかって笑ってんじゃねえかとかさ、なんかそんなこと思っちゃうとさ冷静にもあのね冷静に判断もなかなかできないからさ、あのそういう中であのねちょっとこう自分でそういう知識あると少しそういうとこ考えると少ない時間とかね、なんかそういう人他人の目を気にしながらもしっかりとした判断ができるかもしれないんで、ちょっとそういう風な知識をね自分でこれでまあ役に立つといいんですけど、はい、そんなわけで、リガチャの傾向と対策でした。はい、またお会いしましょう。